个人打的，勒索哥强太多了。国道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。哇！师傅，哎，还没到，还没到，多来个几拳。哎，小三还没活着啊！不要随便黑白画面，好不好？你还活着、啊？キリュウ、ニシキ、超えちゃならねえ。その一線超えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。猪队友，李王，死猪被扑。兄弟，踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから、錦。啊，太好了！应该没有人领便当了吧？除了阿婆爷，跟这家伙叫什么老鬼？そいつらを殺すのか、マジマ。当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするには。ここで殺すしかないやるが。很好多鼻涕啊！老鬼不是很唱秋？俺がこいつらをまことの代わりに。好狂啊！彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だが。いずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手が綺麗なままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく。自分のために人殺しになった者に償う方法は。この世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か。小屁用。クソボケや！せ
やったら俺はどないしたらいいんや。可惜没查到。こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせっちゅんじゃ。もう終わったんだ、真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を…な、何言ってる。女が生きているのか。バカな。それじゃ殻の一粒はあの土地はどうなった。堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。一千億も出してもらえれば、あなたの言っても構いませんかね。高層高層。何？堂島組の時代は終わったってことです。カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな、真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ。あんたも俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じよ。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父シマノに一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。お、要去找八司官念的。何やと。佐川、島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。殻の一粒は日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。
楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。妈的，看了超不爽啊！一堆猪队友跟来尾头的，到头来还是工具人被人利用啊！三七十七，没有办法啊，毕竟这游戏就叫做工具人之龙啊，只能好好当个工具人了。啊，巴斯光年，親父、日教連のセラから伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一つを近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。这样的了没？里面一点就没有子弹。果然，垃圾！妈的，八十光年。わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ。ただ。别啊，真的、哦。一つだけお願いがあります。八十光年有够贱的。西島の兄弟に、俺が謝っていたと伝えてください。哎，哇，好无辜啊，这家伙。他谁啊？これがわしの答え。哇，八十光年好帅啊！哥是清白的，我毙了他。殻の一つぼも近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。好帅，好路人，什么事都没有做。お前に一つ教えてやる。ただのし上がりたいだけやったら、目先のことだけ考えとったらええ。せやけど、てっぺん取る気なんやったら、勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。只知道断尾求生。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。天哪，太亮了吧。可愛い子には旅をさせろっちゅうのは。まだ又一个事后诸葛嘴炮。なあ、マジマ。你看这游戏真的是一堆闷嘴遁的。一个月后，东城会干部会。災難だったな、堂島。阿波野頭に久世と渋沢も殺にパクられた。風間が無所から戻ったところで、今の堂島組は神室町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。
承知の通り、先代が亡くなって以来、東条会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。啊，被四良捡到一个第二代头领啊！怎么会是尾刀哥？四良直系組長からも多くの指示があった。这游戏真的是谁会捡尾刀，谁就能当老大！哎天哪！世良には本家若頭として引き続き堂島が手放した。神室町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ。第三代哦，尾到了第三代。俺も出る幕もしまいだな。这故事告诉我们，不用付出太多心力啊，不要做出太多的伤害。关键性的 damage 尾刀才是最重要的，前面那边骗伤害没有意义啊，那边 poke 来 poke 去的没有意义啊，收头才是最重要的。四良告诉了我们，尾刀赞，关键性的 damage 就让我成为第三代。よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日は。干最会尾。真的无解。報告したいことがあってきました。神尾啊，Wins根本比不过，再尾也没他强。多分おやさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は、そうか。おやさんには、俺がこれから言うことをわかるんですね。ああ。だができるのか、カズマ。覚悟は。できてます。え、紫陽在門口好可愛。他們有吃完嗎？應該吃完了吧。为什么你要打出柜啊？OK。おきりゅう、お前どういうことなんだ？ちょっと錦山君、急に大声出さないでよ。快破完了，在最后了。お前、堂島組に復帰したって、マジか？え？今日、風間の親さんの面会に行ってきたんだろう？復帰のことも話したのか？さっき風間のおやっさんにはこのまま仇に戻れって言われた。当个死老百姓不好吗？硬要回去做黑道。おやさんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を立花に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。回得去吗？感觉就回不去耶。もう一回考え直せよ。把我们老大都揍了一轮了，还想要回去？それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。
俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。KSPRALOH 極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだと思って同然面白さった。整部戏里面最猛不就是你吗？そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ。わかんねえけど、逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、やつらみなそうしてたんじゃないかな。でそいつを見つめるための道島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道ってのな。只属于我的冷道。欸不对，是只属于我的黑道。他怎么同人跟鸣人这么像啊？一样会嘴。あれ、お前いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。え、吉叔、吉叔就穿这套白西装配那身衫。らしくねえか。でも、らしさってのは自分で決めるもんだろう。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞ。いや、傲娇。俺はこれがいい。人家就是要穿着剑啦。じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。看这段怎么那么假。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた。これで始めたいんだ。わかったよ。知るか。じゃあ一生来たろ。小情侣斗嘴。よこじゃ。ありがとうよ。なんだよ急に。勝手に大人ぶりやがってよ。你这显得不是。显得好像我是小孩子一样。今夜傲娇了一下。俺お前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。啊，要结婚了吗？お前。下辈子都给你。嘴完之后，同人离去。そうか。じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。你不是我，你不是房地产老板赚了几十亿吗？好了，没钱没钱，身上十亿，没钱给景山请 ，OK， 不错不错。なんだそのへんてこなジャケットは。
这真的哦。グランドで働いてた子。这咋这么巧哦？天哪，怎么剪了个短发？ほっとけや。俺は決めたんや。哎，看起来好狂、哦。何が正しくて、何が悪いかわからんこの町で、誰よりも楽しく、誰よりも狂った生き方したるってな。はあ。お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。抽个，八加九名言又要来了。哥抽的不是烟，是寂寞。于是正道收下了佐川的烟，佐川自己也叼了一根。此时佐川拿出他赖打，帮正道点了个烟。自己也点了一根，舒服舒畅。那嘎达 ，Just 狮子王最强，感谢订阅。まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたいときは連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。ぽぽ。大きにやで、サガ。サガ。は？何言ってんだ。干这游戏一堆傲娇，要讲不会当着人家面前。あんたは何があっても諦めへん。執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わった。俺も執着するで。真島五郎っち男の生き方に。帅哦，真的。生存之道。好きにしろ。去找小石哦，小石我来了。あの世で待ってるぜ、マジマちゃん。哎，怎么了？啊，佐川！哈，随分早いお迎えだね。啊，佐川要去了吗？晋江。さ、俺も行くか。妈的，后面那三个杂鱼。那。啊！佐川死去。QQ。哎，佐川挂掉的画面没有出来。哎，国防部怎么国防部了？哦，没事了，没事了。もう構わないで。話ぐらい聞いてくれたっていいじゃん。ねえ。君らもお金好きでしょ？女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。え、小石根。いい加減にして。そう、カリカリしなさんなって。そうそう。お茶でも飲みながらさ。さあさ。痛い。やめて。別碰医生、乱七八糟。哇，小石根。あんた、ちょっとやりすぎじゃねえか？これは障害っつうんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白い。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。小石该不要打两个吧？旁边那群路人都是，あんた根性都看不到哎、欸，眼睛长哪里呀、啊？全都斜眉哦。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。あ、舒服。一人一巴掌、刚刚好。この甘、下手に出てりゃ息になりやがって。安安、我叫真道。兄貴、
得到了。那何です？哎，他不知道我们是真岛吗？为什么？他失忆了。どうです？こいついい女でしょ。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい感じになりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ？あ？天下の魔人。あはあ！兄貴、为什么？啊，莫名其妙被兄貴揍了一顿，一人一拳，刚刚好。真岛真的真男人 QQQQQ 最真的那一种啊，真男人出现怎么了？君はここに。这谁啊？先生，でも又来一个医生，谁准你摸的？王八蛋，摸屁啊！给我过来！啊，去死吧！先生，啊，あんた、誠さんに何する気だ？あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。お前の女か。いや、彼女は私の患者だ。何や先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何を？急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや、先生。お前。彼女に指一本でも触れたら喧嘩なら相手が悪いで、あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。あんたの、さっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。でどないやねん、惚れとんのか惚れとらんのか。愛している。おー、残党。医者としてではなく一人の。又被毁了一颗头，天哪！俺は嘘が大嫌いやで。老大被人毁，妈子也被人毁。彼女に話したことさえないが。天哪，怎么这样？一直被毁到。那，还有言うてやらんかい。ね、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。いや、笑死啊！那个走那个人才是一直保护你的男人啊。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ？何も、全然平気です。你没事干我屁事啊！叫真岛回来。よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの。そうだ、今から少し話する時間ないかな。子瑜、你有没有时间和我聊聊？はい。看他说什么。我要当医生，当个伟大的男子汉。你有没有时间和我聊聊？啊！被打枪了。我跟真岛聊聊。不，真岛。
郑老师去找你医生了、啊。哎，结束了。啊，结束了！哇，这片尾好好听哦。郑道武啦，仅三张。还后面我彩蛋啊。その道を行くのか、その道はみ出るのか、全部自分で決める世の中。そんなに俺は強くないから、流れに逆らう。你说真道、哦、我也觉得真道付出了那么多，但我觉得真难的，因为我觉得如果他其实他如果真的跟小石在一起的话，他其实他比他讲的会更多，但是现在才觉得我觉得这样其实不错啦。其实仔细想一下，你会觉得真道做的是对的，因为如果小石继续在他身边，爱虚心雅曹参叉叉有尊千家善元雅一啊，我怎么都认识。我 X 这剧情好腻呀、啊！还好啦，不错、啊，我觉得这剧情还可以，可以接受啊，我就不错啊。我觉得这剧情很好啊。我反而觉得如果他都跟小石在一起，反而不好。我觉得这个结局很好。老鬼啊，是国人吗？那是国人的名字吗？那大大，那大大，林特就是八七，感谢订阅。啊！看到阿兵挂啦！同生一马所干下的罪行。哎，我被剧透啦！这结尾是怎样？直接爆雷！四连胜，招不明人士夺走100亿元的巨头。啊！四良也死去了。哎，这个剧透的太扯了吧！我在被剧透成白痴哎！不过在第三代会长四良以东城会中销售100亿元遭到杀害，我猜暗中会接棒有所动作。等一下，哎，等一下，停！哎，你们觉得我要继续看下去吗？我被剧透成智障哎、欸！如果我要玩几的话，我 不要再被剧透了。不要看了，我就不要看，我看一下他们。来看片头。哦，我有点不想被剧透了、欸，他好扯啊！他得把我剧透成智障哎、欸！我决定不看了。突然好想听片头、哦。好了，他们哦，可是他们都说我彩蛋哎、欸，好吧，还是看完好了。好吧，看完好了。好，他们说这个不重要、啊。好啦，看好看满哦，剧透就剧透了，没差啦。好，封间，2005年，跟导演同归于尽，走完了他的人生。什么？好基友与同生对立。1995年，他射杀了坦岛总兵，原来就是你啊，金。方真岛 QQ 检举伪刀狗，人人有责 QQ 不管拉关键性输出也不行。来不及啦，很多关键性的输出啊。千玺。真是被剧透成白痴哎！鲤鱼丸最后，看，所以意思是那个残岛阿兵是被那个谁被警官射了，然后我们莫名其妙重生，被当那个重生莫名其妙也中枪，背负18条黑道出的亚岛大河出头，两人一起担任东城会的高阶干部，导演死去，成为东
中怎么会有这个地方？导演组组长。妈的，为什么要为那个垃圾队友顶罪啊？天哪！消失了100亿而已，成为中成为内部斗争的工具。教えてくれよ意味はあんのかい男は泣かない泣け出すこともないそれはきっと現実的じゃないでもバカな俺は信じるしかねんだよねんだよ。好，听说最后还有彩蛋。没有剧透很多，那就没关系啦。一代的话，应该不会那么快玩吧？之后会先玩那个《秘境探险》，玩完之后再考虑回来玩几吧。啊，人中之龙零主线全破咯，下一次要玩那个《秘境探险》，先跟大家预告一下。好了，我们看一下最后的结尾吧。为什么偷摸奶？那假的！他刚唱偷摸奶吗？真的假的？对，偷摸奶。冰雪人 TW345 五等感谢订阅，偷摸奶 OK， 哎、欸，又是我哎、欸。你要听电台。哎、欸，没有，现在没有捏捏可以看。我记得看到这里刚好有摸捏捏。好摸捏捏，摸捏捏，摸捏捏喽！恶心，不要摸我自己的捏捏了。好，真的要跟子云出门，真的要去看电影加吃饭。哎，刚刚怎么看到啊？我刷，为什么你要去刷这么快，他们还看到我打什么啊？天哪！妈的，平常有人钓鱼都会被无视，我一讲话就被发现了。张家伟恶心，喵喵喵喵喵喵喵，感谢斗内，公寓完了，让真财主出来亮相一下。有人叫真财主，喵喵喵喵，20枚，感谢斗内。
彩蛋要来了吗？这是医生吗？这个高跟鞋啊，原来是小孩。全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんやキリュウさん、セラさん。真倒呢。本当にたくさん。真脑直接被选择性遗忘。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのに、その人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。本当ダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。お兄ちゃん。ごめん。靠北啊，我刚才以为鬼来电的铃声呢，我刚听错了，我以为噔噔噔噔啊，死亡铃声吗？噔噔，哎，里面有什么吗？真的有点像哎。噔噔噔噔！啊，这是什么？不会是手机吧？不要啊！哎，这个年代手机应该还没出来呢。还是其实是妖怪手表？啊，我想起来了，小时丢掉的表，好像是丽华送他的。哎，对哦，真岛不是说修好了要还给他吗？原来是用这种方式。天哪，太感人啦！ありがとう。结果他还是不知道真岛叫什么。ありがとう。至少记得啊！看到真岛就想帮他去。真工具人，真的是工具人的典范啊！真的，怎么了？啊，相遇了，玩对王。基友坦诚相见了吗？就分手了，伊丽莎。OK，ending。干他妈，你真的不要讲话还蛮。